はい、どうも、日本一周中の米助と申します。さあ、本日はね、ちょっと日本一周番外編ということで、そう、普段日本をね、旅しながら釣りしてるんですけど、ちょっと一時的にね、兵庫県のね、自宅の方に帰ってきまして、突然なんですけど、香川県の伊吹島というね、離島に来ております。で、ここで何を狙うかというとですね、久しぶりにちょっとね、当チャンネル恒例のこの、コブダイ釣りをね、ちょっとやってみたいなと。はい、で、ここはね、コブダイがね、よく釣れる場所として有名みたいで、なんか普段僕、仕掛けで虫ヘッドっていうね、こういうジグヘッドを使って釣ってるんですけど、まあ、これを作ってる、まあ、大縄張りの方が、なんかここに来てね、動画でコブダイ釣りを、されてたと。多分ちょうどね、この場所だと思うんですけど、で、その情報をちょっと拝見させていただいて、今日はここに来たと。かなり久しぶりで、普段ね、冬に釣りしてたんですけど、夏場の方がね、活性自体は高いということで、ちょっとこの時期に釣ったことなかったんですけどね、ちょっと早速やってみたいと思います。かなり久々の広大釣りですね。まあ、タックルはいつものね、ショアジギングタックルに、まあ、さっき言ったこの虫ヘッドに、まあ、とりあえず今日はエビと、まあ、別で貝も用意してるんですけど、まあ、一旦ちょっとこのエビでやってみようかな。本来多分ね、この時期エビを落とすと餌取りに瞬殺でやられるんだけど、意外と食われない時もあるんで、ちょっとやってみようか。まあ、というわけで早速ね、今日はこの久々に大物釣りをやっていきたいと思います。というわけで早速行ってみましょう。はい、じゃあ、まあ早速釣りをしていくんですけど、ちなみに伊吹島ってこんな感じですね。こう堤防がまあ広がってて、意外とね、離島自体はまあ大きくないか、まあこじんまりとした離島で、すごく人も少なくていい感じですね。まあ、早速やっていきましょう。で、この堤防の下がね、なんかスリットになってるらしくて、でそこにコブダイがつくらしいんですけどね。よし、まあ、とりあえず足元に落として、どうかな、何かしら餌取りがいたら多分エビ程度じゃ瞬殺されると思うんだけど、どうですかね。で、実は昨日までの2日間も別の場所でね、別の瀬戸内海の離島で釣りしてたんですけど、全然釣れなくて、なかなか情報がないところで釣りしたんでね。あ、でもここめっちゃ水深あるな、これ。深っ。前釣りしてたところ本当に水深 3-4m かな、足元で。そういう場所しかなかったんで、特にこういう夏場の水温が高くなる時期はもしかしたら深場の方がいいのかもしれない。めちゃめちゃ深いな、これ。あ、やっと着底したかな。うん、やっと着底した。深いなあ、ここ。まあ、適当に竿をセットして、OK、しばしこの状態で待ちますか。ちょっと雑すぎるけどまあ仮にかかっても竿は飛んでいかないでしょう。とりあえず1時間待ってみたけど、全く反応がないですね。当たりもない。こう餌取りにも一切こうかじられてないという、結構奇跡的な。大体いつもね、こうこの時期にエビとか投げるとフグに一瞬でやられたりするんだけど、まああんまり活性が高くないのか、まあ、ちょっと餌変えてみようかな。よし、じゃあ今回用意したこのサルボガイをちょっとつけようかね。本当はね、ハンマーでこれ叩いて割るんだけど、ハンマーと何もかも忘れてしまって、ペンチで無理やり割るか。割れるかな、これ。餌取りいないっぽいんで、この身を出した状態で一旦投げるかね。しばし待ちましょう。やばいな、始めてから3時間経ってるけど一切当たりがない。うーん、厳しいな。なかなか地合いがまだわからんな、このポイントの。ではあと1時間でフェリーの帰りの時間が来てしまう。
じゃあ堤防ある程度の範囲をちょっとね落とし込んで探っていくか。壊れてるけど、おおおお来たか、よっしゃよっしゃ、あれなんだこれ、あれうんちゃうやつ釣れたし、タケノコ用あるかこれ、なんやいきなり来たから、しかしすげえブリブリやな。お、来た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 、よっしゃ、うわ来た来た来た、ついに来た、よっしゃ、うわくくく、うわくくく、最後の最後で来た、よっしゃ、うわやべやべやべ、よっしゃよっしゃ、うわもう諦めた、いやうわくく、やばいやばいやばい、これかなりでかいぞ、よっしゃやばいやばい、スリットに入る、スリットに入る、やばいやばいやばい、やばい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 、スリットに入られる、うわあくそ、お腹がめっちゃ痛い、やばいスリットに大丈夫か、よっしゃ、あやばい、よっしゃ、うわあよっしゃよっしゃ、うわよいしょ、ウキ、とんでもないパワーやな、よいしょよいしょ、よいや、タモがタモがギリ届くかどうか、よっしゃ、あ、いった、よいしょ、ハハ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 よいしょ、いや久しぶりに釣ったな、ここで相変わらずすんとすごいな、はあ、いややっぱすごいね、やっぱ改めてとんでもないわこいつ、サイズは70、74、記録更新では全然ないけど、それにしてもすごいサイズだな、いやーでかいね、ほんと、よいしょ、重量は 6.59、6.6、6.6 ぐらいかな、久しぶりに嬉しいね、ここで、夏場の堤防はちょっと暑いからね、水かけても弱りやすいと思うんで早めに逃がしましょうか、
いやすごいね、プルプル。約半年ぶりかな、つったのは。いや嬉しい、やりました、最後の最後で。よし、はい、というわけで今日はね、久しぶりにこの当チャンネル恒例のね、広大ゼロ、このね、香川県の伊吹島というね、離島で締めました。いやーやっぱね、半年ぶりに釣ったんですけど、すごいパワーでしたね。2日前からね、まあ、別の離島なんですけど釣りしてて、で今日で3日目なんですよね。今日はちょっと朝ちょっと寝坊してしまって、昼から来てね、夕方まで、でフェリーのね、時間まで残り15分ぐらいでね、もうそろそろやばいなっていうタイミングで、まあ、今日も坊主かなと思ってたら、まさかの最後の最後でかかったというミラクルがね、起きまして。僕自身日本一周で今半年弱、4ヶ月ちょっとかな、旅してて、でまあ、一応大物らしい大物はね、まあ、そんな釣ってはいないんですけど、とはいえね、まあそこそこの、サイズのやつはかけたりはして、でもやっぱその中でもね、コブダイはもう別格でしたね。まあもちろんその GT とかね、そういうクエとかに比べたら持久力もないし、まあ僕釣ったことないんですけど、まあ、それに比べたら確かに弱いかもしれないけど、でも普通のこうなんだろう、身近な堤防でね釣れる魚種としては明らかに破格ですし、久しぶりにちょっとねファイトでかなり危なかったですね。めちゃめちゃまたあの竿尻当てて痛いし、何回もねスリット入りかけられたし、取れるかなってめちゃめちゃ心配だったんですけど、なんとかギリギリ取れましたと。いややっぱ楽しいね、うん。まあ、コブダイ釣りはあの真冬だけじゃなくて、まあ、真夏でも、まあ秋でも、ね、いつでも、釣れるっぽいんで、また引き続きちょっとコブダイの釣れるポイントとか地域、まあそういうところに立ち寄った時はぜひねまた狙いたいと思います。いや久々に楽しかった。でもフェリーの時間かなりやばいんで、もうすぐ帰りますというわけで、今回はねこの、香川県伊吹島でコブダイ釣りをねしたという情報の様子をお届けしました。それではバイバイ。